次も。これあれだ、なんか因縁的なあれだ。ベンベンベンジョベン、尿意はずかベンジョベンベン、ごめんなさい。どこ行ってんだこれ。すみません、すみません。お、この人、大木みなみ。あ、なんだ、中学生が。おい、どうなって悪かったな。うわ、俺は烏野高校1年、日向翔陽です。優勝して全国へ行きます。烏野ハイバー、ハイバリエーフか。横文字の名前かっけえな。ロシア語、ロシア語、ロシア語の挨拶、ロシア語。カラスノの10番。日本語。なあごめん、ロシア語なら俺喋れない。日本生まれ日本育ち。お、そうなのか。日向は近くで見ると余計に小さいな。なんだ。ごめん、悪気はない。日向どこ行った。トイレ行きましたよ。またかよ。やべえ、なんだよ、カラスノの連中、態度ばっかでかくてよ。あ、こいつ、中学の試合で影山の隣にいたやつ。ラッキョウみたいなシルエット。お前、カラスノの1年。そうだけど。へえ、じゃあ影山どうよ。うちの王様は相変わらず偉そうだったけど。そんなんじゃねえ。偉そうなんてもんじゃねえんだよ。お腹痛い。でもほぼ小学生じゃん。試合になんないっしょ。おい、お前ら、あんまり舐めるなよ。俺の腹が治り次第試合で痛い目見してやるから覚悟しとけよ。怖え。お、俺も今ビシッといてやるところだったんだけどね。体調管理もできてないやつが偉そうなこと言うな。なんだと。俺は知っている、トイレは危険人物と遭遇する場所であることを。慎重に、慎重に。何してんの。太陽様、特性上のエースの人、よろしくお願いします。あれだ、この前2メートル倒したカラスノ。カラスノの10番。勝つのはカラスノで。